はい、2月28日衆議院を瀬尾予算案が通過したことによりまして、30日後3月29日には自然成立ということですから、年度内の成立が確実になるということで、来年度早々にですね、国民の皆さんに来年度予算の成果を提供できるという意味で非常に意義があったというふうに思います。合わせて予算の裏付けとなる歳入関係の国税、地方税、地方交付税も一緒に採決ができましたのでですね、これは政府与党にとっては大きな成果だと思っております。それに引いては国民にとっての大きな成果だと思っております。何かありました？すみません、理事長の夢で、採決の際にはですね、レオ進みの議員の2人がですね、いわゆる UFO 戦術を取っていらっしゃいましたけど、こうしたことについての、与党としての受け止めはありますでしょうか？そうですね、どういう目的でああいう UFO 的なことをやったのか、ちょっと意味がよくわからないんですね。なおかつ最後のお一人については議長が、投票箱を閉鎖と宣言した後に、札を渡したということで、結果的に投票ができずに危険になってしまったということですから、有権者に託された、予算に対する賛否をですね、きちんと示せなかったということで、非常に残念な結果だったのではないでしょうか。会長先生、朝日新聞の出会いです。今国会ではその、予算委員では外交安保ですとか、少子化対策などさまざまな論点があったと思うんですけれども、国会ではその予算案の審議についてどのように振り返られていますでしょうか？そうですね、今我が国が抱えるさまざまな課題について、論じられたと思います。足元の課題で言えば、物価高騰対策でありますし、またさらには、5類への見直しが進められているコロナ対策であったり、あるいはやはり今後の日本の育成を考えた場合、やっぱり構造的課題で一番大きな課題の一つが少子化ということですから、それに向けて、本格的な議論が行われたということも大きな意義があったのではないかと思います。また、我が国周辺の安全保障環境厳しくなっていますので、昨年末に取りまとめた安全保障関連の3文書をめぐっても議論が活発に行われたと、これはやっぱりさまざまな課題を抱えていることの反映かというふうに思っています。幹事長、関連するんですが、一連の質疑に対する岸田総理の答弁というものはどのように評価されていますか？そうですね、岸田総理、一昨年誕生してから国会答弁非常に、安定してですね、丁寧な答弁を心がけていらっしゃるというふうに思っていましたが、国会でも、そういった総理の特徴が発揮されていたのではないかと思います。よろしいでしょうか？ありがとうございました。はい、ありがとうございました。